今回は8人制サッカーと11人制サッカーの違いについて説明します。8人制サッカーは日本では12歳以下の世代で行われています。多くは11人制サッカーと同じですが、いくつかは違いがあります。まず交代について、11人制だとプレーが中断した時、主審の承諾を得て交代ができます。一方8人制はハーフウェイラインを挟んで6メートルのエリアから自由に行うことができます。この時主審の承諾を得ずに自由に交代できます。ただキーパーだけは試合が中断した時、主審の承諾を得て交代しなくてはなりません。交代できる選手は11人制は5人、8人制は出場していない選手が何人でも交代できます。ユニフォームは11人制は両チームが区別でき、審判とも違う色のユニフォーム、8人制はビブスでも OK です。試合時間は11人制が45分ハーフ、8人制は15分から20分ハーフ、または12分で3ピリオド制も可能です。延長戦は11人制は15分以内のハーフ、8人制は5分以内のハーフです。 PK は11人制が5人、8人制は3人です。今回はここまで。よければいいね、チャンネル登録お願いします。